しくお願いします。では簡単にこっちの方から、はい、2点ほどちょっとお話しします。まず、ね、トスアジャの状況を説明いただきたいと思います。都市部のですね、まずは東京都まで今日車で来られて、まあ、40分ぐらいで来られたと思います。うん、そうですね、40分ちょっと。そうですね、はい、非常に交通に近いというか、はい、友達が自然の方っていうのがカッターを使っていると繋がりが非常に気がつかれてる。お前じゃない、こういう家が建ったらいいで、これも左上ですけども、これは虐待児、子供たちが虐待児、これ松戸だけじゃないです、全国ですけども、0歳から年齢で見るとですね、1歳、2歳、4歳、5歳、6歳、不明解になって全部で見るとパーセントのうちですね、半分は0歳児になりました。あー、そうですね、はい、これ大体は、まあ、妊娠された方から小さな子供たち、問題者にこういうマイサポートスペース事業ということで名前を付けたんですけども、こういう施設に登録していただいてるんですね。そうするとこちらから情報が、いろんな情報が、相手に届けられると。あるいは、まあ、ちょっと以前ちょっとした事件も、まあ、プラスアルファもあるということで、社会とつながりをですね設けようということで、今この活動を一生懸命やっています。まあ、今日はそのうちの一部を見ていただきたいと思います。この週の23の駅にあるこの体制を作るのにどのぐらい時間がかかったんですか。市長の自分がやっておりますが、それはいつごろから取り掛かって、そして23これ作るまでにどのぐらいの、月がかかりましたか。その前に少し来るのかな、始めたのは、本当の話だったのか、そこから本格的に変えてきた。本格、5、6年で。やれば5、6年できるとかね。施設だけじゃなくて、コンビニエンターが100人できちゃったから、それも合わせて、体制作るのはなかなか大変だとは思いますが、ね、どうですか。広場としては、一緒にお子さんたちを喜んで、不安や悩んでいる時には、と寄り添って話せて、対応できて、ゆったりその制度の広場として、重要性を持って、これ、マファーとして、そのコーディネーターといわれる方々は、この施設で何人ぐらいですか。この施設で4人。4人。と先ほど専門家の方というのはまた別になりました。そうですね、助産師、栄養師、健康聴覚師、あとお母さんの体 の痛みがあるの相談を受けるために理学療法士、はい、そういった形で、うん、そういう方々は日にちを決めてそれに乗る、はい、やはり日程が決まってないとお母様たちって動きにくいので、それを見て相談される方はその日に来られる。はい、はい、はい。いつも使っておられるという話ですが、どういう使い方をされていますか。そのお仕事をされておられる。休憩休憩休憩なるほど。はい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 。
家では、まあ、やっぱりもう子育て大変なんですよ、大変ですよね。でもこれはいろいろこう組み合わせて、ね、生活のリズムを作るって大事ですよね。こういう施設があれば、いろいろ意味で、まあ、その負担も、いろんな体の負担もそうですけど、精神的にもね、こういう施設があると、こう、支えになりますよね。よく使われるんですか、この先生。私はもう週に3日、4日、かなり使われてます。1日どのぐらいの時間使いますか。大体2時間ぐらい遊んで、お家に帰ってくるとお家に出てくるので。こんにちは。うまさんはどのぐらいですか。今日はたまたまここに来ていただいたんですが、それともいろんな施設をいくつかこう使うことも皆さんされておられるんですか。どこ使わなきゃいけないってわけでもないですね。どこに住んでるからどこ使ってくださいっていうんじゃなくて、いろんな駅にこれ先23あるって言ってましたけど、それぞれその時の都合で、使える、そういう施設ではあるんですかね。どうですか、やっぱりその使うと気分的にも、それから立体的にもやっぱり少し負担は和らぎますか。そうですね。この施設は先生たちが結構子供と一緒に遊んでくださるので。ああ、そうですね。妊娠してて子供は追いかけますし、すごく大変なんですけど、その時に先生が代わりに遊んでくれるので、すごい体力的にも楽ですし、あと気持ちも普段家にいると大人と喋ったり結構孤立した気持ちになるんですけど、ここだと先生とも喋れるし、お母さんたちとも喋れるし、かなり気分転換が大きいですね。そうですね、それはやっぱり大きいですね。そうですね。でもお子さん方も喜んで、帰っておられますか。はい。いつも来てる。もういつものように。先生たちにもしっかり慣れましょう。ああ、そうか。だから先生たちはコーディネーターの皆さんですね。そうです。コーディネーターの皆さんはずっとこのある程度一定の期間はずっと固定メンバーなんですかね。で1日1人は入る感じなので、順番で入ったりはするんですけれども、はい、でもよく来てくださる方は、もう顔見知りという感じで、お母さんもお子さんも、すいません一緒に行こうみたいな感じで、遊んだりお母さんたちともいろいろお話ができるので、私たちもすごく楽しみにしてもらえできる。なるほどね。はい、いい雰囲気ですよね。ねえ、でも本当に松戸市を通っていろんな施設で充実させてて、これはありがたいですよね。でも、やっぱり使い方は人それぞれいろんな使い方されるんでしょうね。みんなそれぞれお仕事があったりなかったり、単純に違うから、その生活の中で
自分の生活の中でうまく利用されてる、そういう感じなんですね。そうですね、うん、もう多分お家の中にいるといろんな価値がこう目についちゃって、うん、ちゃんとどう過ごそうかなって思った時に、そうだ、今だったらもう行こうかなっていう気持ちになっていただいて、で、まあ、ここコックルームはね、本当に駅の中にあるんですけれども、それぞれエコリーカーで行けるところとか、自転車で行けるところとか、車で行けるところに行って、でそこで過ごして、でそこにいるコーディネーターと、まあ、お話しする機会もあるでしょうし、スタッフの人といろいろ遊んだり、ちょっと悩みを聞いてもらったり、でもこんな嬉しいことがあったんですっていうのも、やっぱり大人と喋る機会ってなかなか子育て中ってお家の中でできないことがあるので、そういった時にお話聞いてもらうと、あ、なんかお話できたっていう、そういう気持ちでね、お家に帰れるんじゃないかなと思います。気持ちだけも随分違いますよね。はいはい、どうもすみません。ね、それぞれうまくこういう施設使って、それぞれで、元気で、過ごしてください。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは定刻になりましたので、ただいまから、岸田総理との子ども政策対話を開始したいと思います。私は本日の司会を務めさせていただきます、子ども家庭庁長官の渡辺と申します。どうぞよろしくお願いいたします。岸田総理からご挨拶いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。まだおはようございますか。皆さんこんにちは。岸田文雄です。今日は皆さん大変忙しいところ、時間を取っていただき、話を聞かせていただきます。本当にご協力に心から感謝申し上げます。4月1日から子ども家庭庁という、役所がスタートしました。今日は渡辺長官と、そして和田副大臣も同席してもらっていますが、日本の役所で初めて子どもという名前がついた役所がスタートしたということで、やはり子どもあるいは若い人たち、子育て世代の皆さん、あるいは子育てを支えている皆さん、こうした当事者の皆さんの声を真ん中に据えて、政策を進め、こうした取り組みを行っていこう、こうしたことで、子ども家庭庁がスタートしたわけですが、やはりその際に皆さんの声、これ子どもさんたちの声、そして子育て世代の皆さんの声もちろんですが、それだけじゃなくて、これから、家庭を持って子育てについて考えていく若い人たちですが、それから、要するにお孫さんに接するというような形で、子育てについていろいろ思いを持っておられる方、こうした当事者の皆さんの声を大事にしていく、これがこの最も大切な姿勢だという考えで、この取り組む、それぞれ職員の皆さんにも取り組んでもらっている、こうしたことです。松戸市、先ほど市長さんからお話を聞かせていただきましたが、都心にも、東京都心にも、もう大変アクセスが便利である、近い場所にある、そして、いろんなこの評価においても、共働き、子育てがしやすい町である、こういった評価もあると聞いています。もちろん先ほど来少し話を聞いていますと、決して共働きだけではなくて、いろんな立場で、この子育てに語っておられる方がおられる、またこれから子育て考えていただく方もおられる、今日はそういった皆さんに、この松戸市でのこの子育ての状況、あるいはそれぞれのこの生活の中で、あれがあったらいいなとか、こう思うんだけどという思いがあれば、率直に聞かせていただければと、思ってきました。限られた時間ですが、ご協力よろしくお願いいたします。私が感じていることとして、児童虐待予防と、そして働き方、
そして少子化対策の関係と感じておりましたのでお話しさせていただきます。私が配属されております子ども家庭センターは、子育てについての全般的な相談だったり、あとはいわゆる児童虐待の対応も行っておる部署です。で、保護者様の相談の中には、育児に自信が持てない、育児にとても疲れてしまった、苛立ちが多くて子どもに当たってしまう、夫婦喧嘩をしてしまうなど、さまざまなご相談が入ります。時にはその背景にですね、保護者さんも職場環境が影響していることがあります。例えば長時間労働による身体的な負担だったりとか、休みの取りにくい職場の雰囲気です。時間的な余裕のなさというのは、育児家事への負担感を増すことになりますし、子どもと関わる時間も奪ってしまいます。それは子どもにとっては保護者さんから愛されていないというふうに感じることもあり、この相談の中では10代後半のお子さんでも同様に実は聞かれます。また保護者さん自身が幼少期に同様の思いをしていたと聞くこともあります。当たり前ですが、どんな保護者様にも子どもだった時期があり、今目の前にいるお子さんたちも大人になっていきます。私は過去に思いを馳せながら、そして未来を想像しながら日々相談に乗っていきたいと思っています。一つデータ、ある合計特殊出生率のデータを調べましたところ、地方共済、つまり地方公務員の数値が最も高くてですね、2015年度から19年度にかけては 1.8 という高値でした。これは民間の会社員さんの2倍以上の数値でした。それにはですね、出産や育児がしやすい制度の充実があるからというそのデータの結果でした。松戸市でもその制度を調べてみましたところ、確かに充実した制度がありまして、特に子どもの看護休暇においては、通常就学までのお子さん対象なんですが、松戸市では昨年度小学6年生にまで拡大したというのもあります。制度があるだけでは取得につながらないということもありますが、私が働いている中では職場内には休暇を取りやすい雰囲気があるかなというふうに思います。もしこれが日本中に広がりまして、働かれている世代の方たちが積極的に休みが取得できたりとか、時短勤務、テレワーク、時差出勤などさまざまな働き方を子育て中の保護者さんが選択することができましたら、保護者さんたちは育児に余裕を持つことができ、子どもと関わる時間、子どもに愛情を向ける時間ができ、そしては自分の時間を持つこともできるかもしれないと思いました。それは次のお子さんを望む気持ちにもつながり、さらなる出生率の向上にもつながるかなと考えます。このように私は児童虐待予防というもの、働き方ということ、そして少子化対策というのは深い関係があるのではと思いました。どうもありがとうございました。それでは今皆様の発表を聞きになられて、総理の方からもしご質問等あればいただければと思います。はい、はい、まず今日皆さんの話を聞いててですね、こうした子ども政策対話、今までも随分この回数重ねてきました。それで随分地方に行ったりですね、いろんなところ行ってきたんですけど、やっぱりこの松戸市の取り組みは、都市型の子ども支援として大変素晴らしいものがいっぱいあるなと。都市型の場合、共働き、子育て、こういった方 もちろんおられるんですが、やっぱりお話聞いてると、皆さん それぞれ、お仕事であったり、それから置かれている環境であったり、様々なので、いろんなやっぱりこの生き方をされている、その様々な生き方 にこの多様な生き方に対応できるような、やっぱりこの支援というのが都市型の支援においては大事なのかなと、そういった面から見て、大変素晴らしい取り組みを松戸市はされておられると、市長さん、議長さんが言うから言うわけではありませんが、いや本当に皆さんの話を聞いていて、そんなことを感じました。では基本的にそう思ったんですが、皆さんに一つ一つ聞きたいことはたくさんあるんですが、
時間が限られてるので、まずちょっと話聞いてて面白いなと思ったのは、そのね、お父さんたち、パパサークルとかお父さんのイベントについて、大津さんとか佐藤さんもおっしゃってましたけど、それは具体的に、もうちょっと具体的にどんなことをされておられるか、それからね、あと一つはね、高校さんの方に、要は支援する立場から、最近でいろんな方がこの相談に来られると思うんですけど、最近なんかこういう相談事が多いとか、なんかそういう特徴的なことってありますか。じゃあまずその辺からちょっとお話ししてもらいますか。はい、はい、ありがとうございます。パパサークルの内容の前に、やはり先ほど おっしゃっていた、松戸市ってこう東京にすごい都心に近いのに、意外とこう自然もそれなりに残っているんですね。でその自然を生かして、やはり体験型のイベントというのをできる環境にあって、でこのつながりでその地域の残っている森が中に入って、まあ、竹をそこで森を管理している方とつながってですね、まあ、そこの竹を使っていいよということで、竹を切るところからパパで集まって切って、それを加工して流しそうめんをしたりですとか、近年で大きく変わってるっていう感じはないかなとは思うんですけど、私が感じてる中では、まあ、今日もいらしてくださってますけど、お父さんたちからのご相談っていうのが直接入ることが多くなったかなというふうに体感的に感じます。小さなお子さんがいらっしゃって、やはり共働きで2人で子供を見てるんだけれども、父親としてどういうふうに接したらいいかなとか、やっぱり慣れないもので非常に疲れてしまって、何かいい策はないだろうか、制度の利用とかですね、あとは月齢や年齢に応じた子育ての正解がわからない、やはり各家族化が進んでいるので、誰かがレクチャーしてくれるわけではなくて、これで正解なのかがわからないんだけれどもいいんだろうか、本当夜泣きのところから子どもが小学校に入って登校しぶりがあったりとか、大きな思春期のお子さんになって思春期への対応だったりとか、そういったものっていうのもご相談がよくあるかなというふうには思います。もちろんこちらでもアドバイスだったりをしていきながら、こういったホットルームさんがあるよとか、こういった講座があるよっていう地域の資源につなげていくっていうような作業もしております。いろいろ話聞いてて、松戸市のこうした取り組み、素晴らしいなと思って聞いてました。しかし素晴らしいなと思いながら、あえて聞きますと、皆さんこれ松戸市で生活して、あとこれがあったらもっと嬉しいなというようなものがありますか。すごく具体的になってしまうんですけど、はいはいはい、さっき申し上げた一時保育、ホットルームでやっていただく一時保育が最大4時間までなんですね。でリフレッシュしたりとか、病院に行ったりとか、お買い物したりとかにはちょうどいい時間だと思うんですけど、もしその時間が4時間じゃなくて、朝から夕方までこのホットルームが空いてる時間の間ずっと預かっていただくとかが可能になったら、ちょっと仕事をしたいなっていう時に使える、保育園に通わせなくても一時保育だけでできる仕事をしたいって思う人がいた時に利用ができるので、それがもし実現したら嬉しいなと思っています。最後に総理から一言締めのお言葉をいただきたいと思いますので、はいはい、皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。お話それぞれ聞かせていただきまして、いろんなところに貴重なご示唆があったと感じています。お話を聞き、そしてこうやって施設も見させていただいて、改めてこうした松戸市の取り組み、その支援の充実ぶり、実感することができました。先ほども少し申し上げましたが、やっぱり都市型の子育て支援、やっぱり多様な生き方に対応をしないとならないと、だからやっぱりその多様なニーズに応えられるっていうのが一つ大きなポイントになるんじゃないかな、こんなことも感じていました。日本全体見た場合に、都市型もあれば中山間地をはじめ、地方もある、それぞれの地域の特徴に合った子育て支援が
やっぱり求められる、まあ、そういった中で一つのこの、まあ、都心に近い、この一方で、この、先ほどおあれだ、どうしたかおさんが言っていたの自然もある、まあ、こうした地域での子育て支援として、この一つの良い例を見させていただいた聞かせていただいた、まあ、こんな気がいたします。ぜひこれから、まあ、子ども家庭庁においてもまた政府の政策においても、少しでもこういった支援をバックアップできるような、取り組みを進めていきたいと思います。改めて皆さんの協力に感謝します。ありがとうございました。ありがとうございました。